どんな気持ちなんだ。ここまで来ることはないと高く食ってよ。どうなんだって聞いてんだよ。今の気分は、当然怒ってるよ。おかげで額もこの通りさ。この手のひらから、だが異能は人格に直結するものだ。君は何を背負い、何を作る。私には及ばない。五本の指でなければ発動しないと。頭が割れる。この若者は今早い。予備動作の最小限、毎日命のやり手なければ身につかぬはず。私もこのストレスを鍛えてきた。そのダメージでも消えないところを見るに、解放 80%、 戯れはここまでで。ストレスアウトプット解解。優しかったおじいちゃんおばあちゃん、思い出した。全部。どうした、スケプティック。とんでもない奴が控えていた。ストレスを抽出し具現化させる。避けようとして避けられる類のものではない。あの刹那に感覚が研ぎ澄まされている。俺が何を作るって。俺はただ壊すだけだ。未来なんかいらないんだ。俺は本当にただ壊すだけだ。こんなものも全ていらない。振り切る前に壊せばでかいだけだな。目障りなものを思いっきり壊すと。力は手段である。人を解放するための。窮屈そうだな、リーデストロ。デトネラット射金星が増幅高圧機構プレストロ。ストレス 150% だ。自由行使は人間として当然の苦しみ。覚醒の後、有効範囲以外に出れば。恐れるな、君は自由だ。ぶっ壊れろ。壊れる前に切り離したんだな。お前が喧嘩売ったからだよな。皆さん、最高指導者を救うのです。トランペット、これ以上は無駄な死だ。君の言う通り、喧嘩を売って負けた。異能解放軍はお前の後についていく。